トスカーナ編境博ウーゴは、トスカーナ編境博、スポレート校及びカメリーノ公大公と呼ばれる。ウーゴは、歴代の編境博が何十年も変え見なかった、トスカーナの行政組織を改革した。ユーグは、ザクセン朝を支持し、新学者、ペトルス・ダミアには、著書、デプリンセピス・オフィシオにおいて、ウーゴの公正さを称賛した。ウーゴは、イタリア王。 ウーゴの諸子トスカーナ辺境白、ウベルトの息子として生まれた。母ウィラは、スポレート公、カメリーノ公ボニファーチョ一世の娘であった。992年、パンドルフォ一世の未亡人で、夫の死後カップア公領の摂政であったアロアラが死去した。パンドルフォの支配下では皇帝に従っていた、カプアにおいて反乱が勃発し、ランデヌルフォ二世が殺害された。ウーゴは、 スポレート港として、南イタリアの諸公の領地と皇帝とをつなぐ役目を担っており、パンドルフーの場し、ライドルフーカプア港くらいにつけ、反乱を鎮圧した。バディア・フィオレンティーナにあるミーノ・ダ・フィエーゾレによるウーゴの記念日ウーゴはせに1年に、ピストイアで死去し、ウーゴの所領は分裂した。1004年には、ルッカとピソの間で戦争が勃発した。 あと2027年から1115年まで、トスカーナ辺境白衣を継承した、カノスサケの勢力もウーゴには及ばず、支配領域もウーゴのそれには及ばなかった。ウーゴは、妻ユディトとの間に、子供がいなかった。ウーゴは母、ウィラが978年に創建した、バディア・フィオレンティーナに埋葬され、そこには後にミーノダ・フィエーゾレにより、記念碑が建てられた。 ウーゴは、現在も、聖トマスの記念日である12月21日に、修道士により毎年追悼されている。ウーゴの生涯は後に、伝説で彩られ、17世紀には、プラシド・プチネッリにより高潔で敬虔な人物として、記録された。ウーゴの墓所は、天国が見える場所にあると言われていた。トスカーナの詩人ダンテは、新曲の天国編ズビー、127から30。 において、うーごを、偉大なる漁師と呼んでいる。ありがとうございます。